哲さん、哲さん、哲さん、はい、こんにちは。噂に聞きましたけど何ですか？名倉のデッキ手放すんですか？あ、まだ決めたわけではないんだけど、今整理中でね。整理中？そう、今テープをやっと仕分け終わったもんだから、はい、一度これをもう一度名倉で聞き直して、はい、まあ、どうするかはこれから考えて。あ、これらのテープも手放すってこと？買った方に全部つけてあげる、という予定でいます。これ30本あの近くありますから、半分はね、名倉で取ったやつで、半分は府中で取ったやつ。うわ、府中だ。あれか、まあ、これね、収録時間が10せいぜい15分だから、はい、長くは取れないですよ、これはね。でも貴重品だって、もう 4,50 年前のやつからあるわけですよね。そう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 。例えばね、やっぱちょっと聞いてみますか。はいはいはい嬉しい。 何しましょう。津軽三味線もあるじゃないですか。津軽三味線、春日八丁、じゃあそのマリなんてのは、これはスタジオから出たやつ。まだこれもういいし、これまずいやつ。1962年ですから。これまずいやつ。あ、これまずい。まあ、それまでまだ現役できて歌ってるもん、この人。これまずいやつ。これまずい。ちょっと津軽三味線はちょっと聞きたいですね。みんなあの聞いてるんで。あ、これはみんな聞いてるからね。聞いてるから逆に面白いですよね。はいはい、いや、津軽三味線と、ね、なんかジャズは。ジャズはね。面白そうなジャズがあれば。これいきますか。オータムリーブス。これですか。情報量が多い。すげえな。いや、この2本ちょっと。はい、お願いします。いや、まだね、いっぱいやばそうなのがいい。これ全部。そうです。全部つけるんだ。つけてだから、名倉買った人は結局ね、デプレードは取る機会がないじゃない。確かに。だから、音楽ソースをつけてあればすぐ聞けるじゃないですか。それはすごいことだな。うん、これがバイショチエゴの、ね、スタジオで、これはこれ古いですよ、1960年代。これやばいやつじゃないですか。これもなかなか、なかなか4回くらい歌って初めて大きくなってるという。やばい音源だらけだな。うん、結構珍しいもの。あ、森山良子も。森山良子。これはなんか、これ NHK スタジオの。サトウキビ畑を初めて歌った時のテープ。NHK スタジオ撮り。15年以上昔じゃないかな。うん、石川貴彦かな、あのサイドギターが入ってる。なんでここにマスターテープ、なんであるかっていうと、私の知り合いがこういう業界にいた。なるほど、やばいっすね、うん、じゃあこれをじゃあ聞かせてください。聞きましょう。これもいい。これ藤谷さんってね、それも聞きたい。メブこれとクラネット吹き、これももちろんなかなかいいと思う。はい、じゃあそこら辺で。そこら辺でお願いします。いやー、じゃあ名倉のデッキはどこだ。ここです。やばいですよね。これ名倉のデッキは何でしたっけ。国はどこの。もともとはね、ポーランド人のクデルスキーさんという方が、はい、スイスへ渡って会社を起こして名倉というメーカーを起こしたんです。ポーランド人の人だけど、うん、そう、スイスで名倉という会社を起こした。それで当時はね、まだ東西、西ドイツ、東ドイツ、ロシア、ソビエト、アメリカ、まだスパイの両方合戦だった時代、はい、ね、冷戦の時代。その時にアメリカが CIA とか、ね、FBI とか、はい、そういった連中にスパイ用のテープレコーダーを大量発注したわけ。あ、じゃあこれを肩に下げて、うん、スパイの録音、スパイで録音してたんだ。そう、だから当時まで小型ステップのことってなかった。そうか、だから普通はああいうこっちのスチューダーみたいな大きいものがこっちが主流だったんですね。これ持ち運べないから、じゃあスパイがこれを持ち運んでたと。スパイが使ったのはこのぐらいのテープレコーダー、このぐらいですよ。あ、そうなんですか。うん、これくらい。あ、それじゃない。あ、これじゃない。まあこれは比較的大きいんだけどね、これは長期録音に撮った、ある程度時間が取れるもんだから。これが冷戦の時代が終わったら、今度アメリカの映画会社がこれに目をつけて、はい、これはロケに使えるぞと、このテープレコーダーすごくいいと。なるほど。
ほんでね、アメリカであれ、映画会社がこぞってこれを使い始めた。日本に入ってきて、日本でも映画会社が結構使ったし、あとね、犯罪捜査、はい、要するに声紋ですよ、声紋鑑定、声をロッコレロ取ったやつをチェック、それだけ正確な録音ができたということか。そう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 、すげえ。まあ今見てもね、もう作れないと思う、こういうデッキは。見るからにもこれすごいですもん、機械メカメカしさが。それでね、この裏にねバッテリーが入るんですよ。第1が8本入るんだけども、実際やってみたけどね、はい、せいぜい1時間持たない、1時間持たない。まあこんな感じでね、あ、精密機械、本当の精密機械、やばいっすねこれ。久しぶりに、もう多分1年以上前にね、YouTube 始めた頃に見させてもらったやつなんでね、これ久しぶりに。そうか、なくなっちゃうのかなこれ。鉄さん今考え中って言ってたけど、はい。これピンコレクターがね、全部ディンなの、ドイツの。だからちょっと特殊、全てこれだから、これ全部変換しないと使えないもんだから。じゃあこれなくしたらやばいっすね。やばいっすよ、これなくしたらアウト。そう、アウトプットはこれで出てくるか。それキャノンですか。キャノンじゃない、これディン。これも特殊、ディン、これドイツの企画。はあ。それとあと面白いね、この、はい、これね、はい、バナナ対応ってのは面白い。バナナプラン2つくる、こういうアダプター。あ、すごい、わかるぞ。じゃあバナナプラグで RCA を出すわけだからね。やっぱ当時はね、まだ企画もねバラバラだもんだから、こんなことがあるんだ。こういう、それでこれですごいな、面白いでしょ。バナナプラグで RCA を出す、面白い。これで出力、これで出力が出てきて、まあこれミキサー入れるんだけども、美しい、美しいな。そしてテープを、結構今になると面倒くさいね。これはでも当たり前だったわけですよね。これが当たり前。これを一回マスター巻きだもんな。マスター巻き、はい。一遍向こうに送る。送り返す。一遍向こうに送る。両面取れないってことですか。全取れない、取れない、2トラックだから、片面だけだから。そう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 、だからあのカセットテープは両面取れるから、そうそうそう、あっち行ってこいができると。そう、あっちこいができる。あれ4トラックで片面なんだ。これ2チャンネルなんです。これね、こうなるんです。これがまたゆっくり、大変ゆっくり、静かだし。ごゆるですよ。美しい。これ前回のと同じものですよね。そう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 。
あとこの一直線がポイントって言ってますよね。そうそうそうです。これはね、この設計上これは素晴らしい。ものだから ローディングすごく楽じゃないですか。ピューッとこう、はい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 、こんなことやらなくていいから、もっとエゴエゴすると、そうそうそう、これはね、なおら独特。へえ、まあ、こんなことがいいかな。まあ、これでね、これで再生するわけです。で再生する、はい、これがね、アクションレバーで、これでもう出てる、これでもう、あ、音が出てる、はい、音が出てる。さあ、どんな音が飛び出すのか。おう、クラリネット、これがマスター巻き、マスター巻き、まあ、というか全部マスター巻きです、基本的に。これは何の音源でしたっけ。これ津軽三味線。津軽三味線。じゃあ津軽三味線がね、マスターテープ聞けます。嬉しい、名古屋で。いやでは津軽三味線名古屋で津軽三味線、ちょっとやばくないですか。いつも聞いてるやつも入ってるんですかね。いつもとはちょっと違うけど、同じ時の収録、収録、同じ時の収録で曲は違います。そうです。だからこれは面白いぞ。40年前のテープをそのまま、40年前のテープそのまま。いやーやばい。よし、嬉しい。よし、じゃあね、聞いてみましょう。いきますよ。はい、も得意だし、電気も得意じゃないと、とにかく扱えない。扱えない。うん、すげえな。ほら、これ複雑ですよ。そう、本当テープレコードってな。これを触れる人もなかなかいないわけですよ。まあ、見ることもないです。普通は殴らなんてな。触っちゃった。触っちゃった。本当ですよね。本当。有名な話でね、長中の音声さんで、あの青島さんっていう方がもう亡くなっちゃったんだけど、その人が、ね、風天の寅さん、はい、寅さんシリーズのね、あのロケの音声全部ある人がやったで、はいはい、でものすごくクリアなんだって寅さんの音が。それはね、業界でも有名だったらしい。音声はすごくいいと、そしたらね、名古屋ツアーしたそういう人がやっぱり職人はいるんですよ。
そういう人よ。まあ、もちろん技術もさることならやばい、こいつのレベルもすごかったそうそうそう、だから良さを知ってたんだよね、あの人ね。他のウォータムリープス、これはもう何十年前ですか。これはそうじゃない、これはね、ワンビットのデジタルドリ、あ、デジタルドリ、デジタルドリをアナログに落とした。へえ、デッツさんの録音。そう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 、そう、あ、そういうこともやってるんですか。そうそう、え、デジタルで撮ったやつをアナログに落とした。落とす。要するにアナログデジタルって AD AD ってやつだね。そうするとね、音が落ち着く。デジタルっぽくさくさなくなる。いや、これあの明確にやってますよ、みんな。明確にやってる。そうなんですか。結構究極な話っすよね、もう。なんでこっちのが音が厚みがあっていいなってことになると思う。そういうこと。これオータムリーブス。これ聞いた。濃い。これだ。これそう。これそう。これ同じですよね。使ってるやつ。あ。あ、え、いつもより。万歳。名倉万歳。名倉万歳。すげえ。いや、どうだったでしょうかね。名倉のデッキ。やばいですよね。もう欲しくなっちゃうけど、まだね、手放すかわかんないんで。
もしかしたらヤフオクに出る可能性も、ね、ありますけど、まあ、あえてここでは言いません。まあこんな貴重品がとりあえず、聞かせてもらえたということで、哲さん今日はありがとうございました。いやいやいや、よかった貴重品。いや、トラさん、せっかくね用意できてるんだけども、はい、ジャズプレイヤーがクラシックの名曲を即興で演奏したらどうなるかっていうお話が出てきたもんだから、それちょっとじゃ次の回で。いや、思わぬ今あのこれで終わろうと思ったんですけど、哲さんもう一個ネタくれたんで、次の回で面白い音源流します。ではでは、本日はありがとうございました。バイバイ。公式 LINE アカウントやっております。この LINE アカウントはグループではないので、僕と1対1でつながるだけです。情報交換しませんか？こちらからも情報発信をさせていただきますので、特に限定動画、これはね結構面白い動画限定で流しております。ぜひ公式 LINE アカウント登録よろしくお願いします。その他 Instagram や TikTok も頻繁にアップしておりますので、ご登録よろしくお願いします。